インターネットが一般に普及してから、テレビやメディア、新聞などの報道の偏りを指摘する声が明るみに出るようになりました。ニュースを見ていて、キャスターのまとめ方が強引なのでは、今の情報は本当に必要だったかなど、疑問を感じた経験は誰にでもあるのではないでしょうか。メディア側が意図した結論に落ち着くよう、出来事の些細な部分をあえて強く取り上げるケースはまあまああります。中でも、漫画やゲーム、アニメ、ネットへのディスリスペクト報道は文字ないしされています。岡山県倉敷市で先日起こった女児誘拐事件報道では、一部メディアが犯人の部屋にアニメのポスターが貼ってあったことをテロップで流し、コメントで取り上げるなどしました。また、佐世保で起きた高一女子の同級生殺害事件についても、加害者被害者間にアニメ好きという共通点があったと報道され、その余波でテレビアニメが放送中止に追い込まれる事態にも発展しています。調査によって、事件と趣味に因果関係があったと判明したのならまだしも、これらの報道は全くそれ以前の段階で行われていたため、各所で非難の声が上がりました。こういった一連の流れを受けて、漫画アニメの性的残酷な表現は犯罪につながると思いますかというアンケートが実施されました。その結果、別問題だと答える人が 50.8%、関連していると答える人が 36%、わからないと答えた人が 9.9% に上りました。別問題だと答えた人の声では、全員が犯罪を犯すわけない。もしそうであれば今頃怖い世の中になっています。そんなことを言っていたら何のストーリー性もない漫画やアニメだけになる。世の中綺麗事ばかりじゃない。との声が上がります。関連していると答えた人の声には、大いに影響ある。暴力的な表現はいじめにも非行にもつながる。性的表現の漫画やアニメは規制する必要がある。18禁が存在し、中二病は誰しも少なからずある以上、絶対子供は影響を受ける。わからないと答えた人の声は、残酷な犯罪者の気持ちなんてわからない。ただいつの時代にも残酷者はいる。結局は読み手の感受性の問題だと思う。包丁を料理に使うか殺傷の道具とするか、それと同じ。本人の物の見方の問題。こういった声が上がりました。